森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学。森は臭い。最も強烈だったのが鹿の死骸。ちょうどいい感じに腐っていて、もう辺り一面が腐敗臭で臭くてたまらない。その次に臭かったのが、熊がフキを食べた後、おしっこをしたのか、とにかく獣臭い。この匂いを覚えれば、風上から熊が近づいてくれば気がつくのかと。そして衣笠岳、食べられるキノコだが、これに近づいて匂いを嗅ぐと、うんこ臭い。これら森の臭さを体験したら、より森が好きになれるのかと。